前方悪い人注意です。あそこ大きい人危険です。大きい人すごい。大きい人すごいです。でも熱気球はここにはなかった。もう少し手がかりを探さないと。大きい人後ろです。その悪い人メロを叩きました。悪い人です。そいつを早く捕まえましょう。逃げるダメです。やめろ追ってくるな。逃げる絶対ダメです。てめえら近寄ったら承知しねえぞ。ブラックドッグ、家に帰ると言いましたね。なぜまだここにいるのですか。いや、荷物を取りに来たんだよ。そう、荷物がないと家に帰れねえだろう。ハンナどこです。ハンナ、もう一人のお子様か。あいつは第二アジトに連れてかれた。ああ、熱気球もそこだ。記録、第二アジトの詳細な方位を教えてください。この道はまっすぐ行けばすぐだ。もう知ってることは全部話した。頼むから許してくれよ。行けよ。もう二度と顔を見せるな。おお、おお、見つけました。メロが捕まって熱気球もなくなった。私どうすればいいの。ハンナ、メロ見つけました。ハンナ、メロ無事だったの。よかった。私何とか逃げ出してメロを探しに行こうと思ってたんだよ。ハンナダメです。泣きません。メロ来ました。大きい人手伝いました。大きい人。メロ何言ってるの。え、あなたたちは誰。私たちを助けに来てくれたの。はじめまして、ミアです。大事な用があってドクタークレア、アに会いたいのです。つまりお客様ってことね。大きい人すごいです。大きい人助けます。メロったらなんて失礼なの。大きい人じゃなくてお客様って呼びなさい。メロ、メロ、おバカのメロなんか知らない。お客様、一つお願いがあるの。まずは熱気球を取り戻さないと。熱気球は悪い奴らがアジトに運んでいった。あそこは衛兵がいっぱいいるの。私が先に行って様子を見てくる。はっ。
Thank you.
よっ。
アジトの様子はどうだった？悪い奴らでいっぱい。悪い奴、いっぱい。メロは黙ってて、あいつらに見つかっちゃうでしょ。まず見張りを何とかしないとな。できれば誰にも気づかれずに。一番いいのは頭を狙ってバーンだって。狙って頭、痛い痛いです。
い人たちがパトロールしてるよ。あ、熱気球、あそこに。お客様、私すごいもの見つけちゃった。あそこに紫の夢見花があるでしょ。あの実には大量の催眠ガスが含まれてるの。お客様があの実をアジトの真ん中に投げ込めば、悪い奴らはみんな眠くなる。そしたらすぐに熱気球を取り返せるよ。あの実ってそんなにすごいのか。うん、私がどこに投げ込めばいいか印をつけてあげる。お客様は自分がガスを吸い込まないように気をつけてね。気球飛びます。メロ、ハンナ、お客様飛びます。ダメダメ、ここからは飛ばせないよ。あいつらが物音で起きちゃうかもしれないでしょ。そしたら危険だって。熱気球を安全な場所に運ばないと。そうだな、見て、あそこに車がある。あれで熱気球を運ぼう。お客様は車をここまで持ってきて、私とメロは熱気球を片付けておくね。熱気球は片付けたから車に入れちゃってよ。見つかるから早くして、出発。え、誰が運転するんだ。もちろんハンナよ。あたしちゃんとやれるから安心して。ハンナ、重いです。メロのバカ、女の子を重いだなんて。だって重いです。バカメロ、動かないでよ、車がひっくり返るわ。帰ります。お客様、ありがとう。
私このこと博士に報告するね。博士きっと大歓迎してくれるよ。感謝です、感謝です。最近はお客様が多くてケイトス島も久しぶりに大にぎわいね。お客様ってどんな人たち？遠くから見ただけだからよくわかんない。メロも見た？お客様、大きい人、大きい大きい人です。もうメロのバカ。お客様急いで島に戻りましょう。ここに来たのは初めて？初めて、初めてです。メロの話し方はなんというか面白いな。メロの言語システムはアップグレードされていないの。つまりバカってこと。メロバカ違います。バカバカバカ、メロはほっといて。お客様、ハンナが案内するわ。島は楽しいよ。第9地区のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。第9地区のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。え、ハガードで何か起こったのか？